森さん、ナイポジー。小森さん、ここからやだよ、ここから。いけいけ。加藤さん、いけ。加藤さん。加藤さん、いいよいいよ、冷静冷静。よし、中六、これいけ。加藤さん、21。よろしくさん、うまく。OK、加藤さん、24。よっしゃ、りょうさん、いいぞ。よー。いいよ、たけしさん、いいぞ、たけし、たけし43名よ、加藤さん、いけ、いけ、いけ、みなさん、さあ、いこれ、よっしゃ、堀さん、いくぞ、よっしゃ、頑張ろう、よっしゃ、いけ、いけ、いけ、アウトだ。マシ。
平気でよ。頑張る。後ろ来てるよ。頑張る。頑張る。頑張れ。田村頑張れ。山西頑張ろう。
田村、よっしゃ。
まだいけるよ、頑張れ。よくちゃん、you
としたらこれ。頑張れ。まだこの先ちょっと展開見ないよね。まだまだ最後のフォローで時間で動いてるんですが、まさにそこが大事になるかもしれません。もうしっかりと前にいてるけどね、まだまだここからペース上がるかもしれませんね。さあ続いて5番手の表情になります。5番手山本浩平だけ。さあ、今ね、高橋翔選手がコントロールライン通過したんですが、はい、ありがとうございます。さあ、見えてきた、見えてきたのは澤田の木、澤田の木、まだまだここは確実に、そしてしっかりと、いやー、この速さでギアをかけて回っていく、加速していく、澤田の木、宇都宮ブリッジ、今、1番リフトの下、1番リフトの下に入ってくる、澤田の木がまずは逃げを打っていく、平林シャリはどうだ、ここで平林シャリが見えてきた、平林シャリがまもなくゴールのバナー。さあこの差はどうだ、埋めることができるのか。まだ平林さんには諦めてはもちろんいない。いや、重いギアをぐい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 踏み込んでいく。さあその差はどうだ、トップを行く澤田時は今フィードゾーンのから中に降りていくところ。さあどうだ、時が見えていくのか。3年ぶり2度目になるのか。さあ、そして見えてきた。さあ、この後、女子のエリートクラスの表彰式を行ってまいります。アンダー23の、レースの終了後かな、その後すぐやりますので。さあ、そして宇都宮ブリッジ、そのあと最終コーナーを待っている。残りフィニッシュラインまでは100m。 平林シャリは今この時点でしまったエリア、澤田時が残り 50m。 さあ3年ぶりは全日本チャンピオン、おたけびを有村がこれ取ってきた。コングラチュレーション、時澤田。トップフィニッシュを決めました。そして平林シャリ、最後の追い上げはしびれる追い上げでした。平林シャリ第2位でチェッカー。表彰式をもう行いますので、表彰エリアの裏側のテント、表彰バナーの裏側のテントで、お待ちください。お待ちください。さあ、そして第3位となります宮津朝日選手。